はい、ではですね、今日はまあ、大した問題というわけではないんですけども、大事な視点を説明しないといけないと思ったので、あえて授業に取りました。これもね、実はね、生徒さんから質問があったんですね。で、何があったのかっていうと、この5つの、反応式、これ全部電離に関するものです。水溶液中でどんな風に、まあ、分裂しているか、まあ、分裂というかね、OH- が出たり、H+ が出たりっていう、まあ、水溶液中でのこう分かれ方に関する話なんですけども、ちょっとね、パッと見て分からないかもしれないんだけど、その生徒さんは何に気づいたかっていうと、実はここなんですね。この2つだけは矢印2つなんですよ。でも他のって1個しかないじゃないですか。これなんだろうって、何が違うからこういう差が出てくるんだろうっていう質問だったわけです。で、実はこの赤い丸の方に関して言えば、これは可逆反応と言います。要は、逆にも反応が進むよっていう可逆反応で、逆に言うとこっちの方は不可逆反応って言いますね。不可逆ですね、そのままです。で、この差は一体何でできるんでしょうか。皆さんはもう気づいたでしょうかね。実に、実はね、これ丸なわけじゃないんですよ。アンモニアがね、両方みたいな、酢酸が両方みたいな丸なわけじゃダメです。そこにはちゃんと理由があって違いがあるはずなので、そこをしっかりね、調べてほしいんですね。で、今回は代わりに私が調べましたので、その答えを今から説明しましょう。で、実際ね、気づいた人も気づいたかもしれないけど、問題はここですね。これらに共通するものは一体何か。はい、さあ、他の動画でも撮ったんですけど、この違いは実はもう答え言っちゃうと、強酸強塩基か弱酸弱塩基かどちらかです。で、実は KOH は強ですよね。強塩基ですね。で、これも強ですよね。これも強なんですよ。今ですね、OH ばっかりなんで、あともう一個は BA ね、バリウムの OH2 なんですけど、この4つに関しては強塩基です。強塩基です。で、逆に言うと、じゃあ、弱酸は酢酸だけども、強酸はって言われたら、強酸は、ここに書いてありますけど、3つしかありません。3つしかありません。なので HCl と H2SO4 と、HNO3 です。で、この3つに関しては、例えば、HCl は H++Cl-、 これ矢印は1本なんですね。で、 H2SO4 もそうです。H2SO4 はって言われたら、2H++SO42- と書かなければいけません。で、じゃあなんで強酸強塩基は矢印1本で、弱酸弱塩基に関しては矢印が可逆反応になるのか。これは強酸強塩基に関してはほぼほぼ 100% に近い状態で電離をするからなんですね。で、これを知っとけば、この化学反応式を書くときに、電離の場合、水溶液中で強酸強塩基に関しては不可逆反応です、不可逆の反応になるんだってことが分かりますよね。もうほぼほぼ 100% に近い確率で全部電離してしまうので。でも、こっちの場合はほとんどが電離しないですね。電離度で言えば1と 0.01 ぐらい違います。100倍ぐらい違う。ってことは、ほとんどが酢酸の状態で存在しているので、その一部がちょっと分かれても、ちょっと不安になって、また一緒に戻っちゃうんですね。これもそうです。アンモニアだけちょっと式がね、 H2O をこっちに入れないといけないんだけれど、アンモニアは水分子と反応してちょっと分かれる。でも、ちょっと分かれるけど、ちょっとやっぱみんなね、くっついた状態でいるから、やっぱりこう心配になってくっついちゃうという話になってしまいます。なので、この矢印のね、可逆反応、不可逆反応の違いっていうのは実は重要です。これは丸暗記しないでください。理由は強酸強塩基か弱酸弱塩基かっていう話です。そして強酸強塩基に関しては不可逆です。どちらかだけ覚えましょうね。覚えやすい方でいいです。強酸強塩基は不可逆だから1本でいいんだっていう方を覚えるか、弱酸弱塩基はもう不安ながらすぐ元に戻りたがるんで、矢印2本、可逆反応になるんだ。どちらかだけ覚えておけば、もう片方思い出しやすいのでですね。じゃあ、これ強酸強塩基、弱酸弱塩基の動画と合わせて、ぜひね、活用してみてください。